フワン・カルロス・ JC ・ラミレスは、ニカラグアのマナグア県マナグア出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。CPBL での登録名は、スグルココ。父親が、キューバ人であることから、愛称は、クバニート。2005年、シアトル・マリナーズと契約。2006年、参加のルーキー級、ベネズエラン・サマーリーグでキャリアを始める。2009年12月16日に、 クリフリートのトレードで、ダイソン・ギリース、フィリップ・オーモンと共にフィラデルフィア・フィリーズへ移籍した。2012年11月にパナマで行われた第3回ワールドベースボール、クラシック予選のニカラグア代表に選出された。2013年6月23日のニューヨーク・メッツ戦でメジャー初登板を果たした。7点ビハインドの8回から登板し、1回を三者三振に抑えた。 10月17日に FA となった。2013年11月1日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結んだ。2014年は主に参加の AAA 級コロンバス・クリッパーズでプレーした。2014年12月1日にアリゾナ・ダイヤモンド・バックスとマイナー契約を結んだ。2015年は開幕を参加の AA、A、級リノエーシズで迎えた。5月10日に メジャー契約を結んだ。6月18日に40人枠を外れる形で、トリプル A 級リノへ降格した。メジャーでは12試合にリリーフ登板して1勝1敗、防御率4.11という成績を記録した。2015年7月27日に金銭トレードでマリナーズへ移籍した。9月8日にメジャー契約を結んだ。昇格時に登録名を JC。 ラミレスに変更している。マリナーズでは、リリーフのみで8試合に投げたが、防御率7.56だった。ダイヤモンドバックスとの通算では20試合に投げて1勝2敗、防御率5.32という内容だった。11月6日に、ダニエル・ロバートソンの獲得に伴って40人枠から、外れ、トリプル A 級タコマ・レーニアーズに降格した。 2015年11月25日にシンシナティレッツとマイナー契約を結んだ。2016年は開幕を参加のトリプル A 級ルイビルバッツで迎えた。4月22日にメジャー契約を結んだ。レッツでは27試合にリリーフ登板したが1勝3敗1セーブ防御率6.240という成績だった。2016年6月26日に ウェーバー工事を経て、ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムへ移籍した。エンゼルスでは43試合に登板し、防御率2.912勝1敗1セーブホイップ1.19という成績を残した。レッツとの通算では、自己最多の70試合にリリーフ登板し、防御率4.353勝4敗2セーブ22、死球59奪三振。 ホイップ1.26という成績を記録した。2017年は初めて先発として起用され、27試合で11勝10敗、防御率4.15を記録していたが、9月1日に60日間の故障者リストに登録され、シーズンを終えた。2018年はトミー・ジョン手術を受けたため、1試合の登板のみに終わった。 2019年は7月に復帰登板を果たすも、8月15日にリーフとなり、マイナー契約で参加のトリプル A 級、ソルトレークビーズへ配属された。2020年12月28日に、台湾プロ野球のトミクニーガーディアンズと契約した。2021年7月10日に東京オリンピックに出場するために退団することが決まった。 同日まで9試合に登板し4勝5敗、防御率3.43をマークしていた。ありがとうございます。